それではガイダンスを始めたいと思います年金アドバイザー3級の講座説明会をしたいと思います担当はレックセン人工士社労士の大野ですよろしくお願いいたしますそれではあの令和五年の十月ですね十月に年金アドバイザー3級試験行われますので まあ、その対策講座の方をあの僕の方で担当しますので、えー、年アド試験の内容だとかあと講座の内容ですねで、まあ、どういった方に向いてるのかとか、まあ、盛りだくさんで、えー、お話ししたいなと、えー、そんな感じで思っております。であの僕自身はねあの社会保険労務士で活動しておりまして。 でレックの方で、えー、社労士の受験講座を、ねえー、多数あの担当もしてるんですけどあの昔から年金が僕すごく好きで、えー、社労士の試験科目の中で、まあ、年金科目の比率すごく大きいんですけどもすごくその科目は僕自身は昔から好きだったもんで,で、えー、ある時、まあ、いろんな講座の、えー、企画案とかを出していて、えー、まあ 年金アドバイザーのね、えー、試験っていうのは、まあ、もろ年金の試験で,で社労士試験ともすごく共通性もある内容でしたのでぜひ担当したいということでいろいろ案を出させてもらってまあそういうことがきっかけで現在まで続いてるという感じなんですけどね。まああのー、今はまあ、あのー、東京の方で早川先生にも えー、収録の方をお願いしてたりもしまして、まあ、僕と、えー、早川先生と2人で、えー、担当してやってる形なんですけどね、まあ、あの教材の作成もろもろ僕の方でやってたりもしますのでね、まあ、あの説明させていただきたいなと、えー、そんな感じで思っております。でまずはあの年アド試験、まあ、10月に実施される、まあ、産教試験について、えー、内容をねお話ししようと思っておりまして。 で講座のリーフにねだいたい内容が載っておりますので画面に移します。まあ10月の22日2023年10月の22日の10時から2時間の試験になります。でご託の試験にななりましてで問題は 基本の問題が30問あってで事例問題が20問あるとで全体で6割が合格ラインということになるとで、えー、まあ要は年金の試験ということなんですけど、まあ、初めて聞かれるとなんか漠然としててね基本の問題事例問題とか言うけどど,どんな雰囲気なのという感じだと思うんで。で これはあの講座でね、えー、予想問題をこう作ってやっていただくその当連の部分っていうのもあるんですよ。で、えー、毎度毎度この講座を僕やってますので、えー、一番直近で言うと3月ああの3期の試験ってねあの3月と10月とで2回実施されるんですよ。で前回3月にもう試験が行われてて。 その時にも講座をしてるもんですから、まあ、その時に、ねえー、模擬問題を僕の作ってるんで、まあ、あの本試験の問題とは当然ねこう、えー、異なる内容だったりはするんですけど雰囲気は感じていただけると思うんで、まあ、こんな感じっていうのを、ねまあ、当時作った当連の問題見て感じていただこうかと思います画面にちょっと示します。 あの統計的なものとかも出てね雰囲気ですよ正しいものを選べとか、ね、こう誤っているものを選べとか,なんかこういう感じの雰囲気っていうかねで年金のまあ問題なんで国民年金の被保険者だとか資格の取得喪失だとか、まあ、保険料のこととかも聞くしまあ、当然 年金ですから、ね、まあ,あの厚生年金のこととかも割と聞いたりする誤っているものを選べとかね五択でこういう感じなんですよ。でえーまあ、ち,ょちょっと手元をねごそごそしててあれなんですけど当連はあの本試験を2回に分けて、えー、2回に割り振ってやってるような感じなんで、えー、2回目の 答連で作った問題とかも。見てもらおうと思うんですけど。雰囲気ですよ。まあ、はじ、ね、こう。勉強せずに、と、な、なんのこっちゃらみたいな感じだと思うんですけど。その。年金そのもののこととかもね。まあ。なしか。ごたくで。三十問。基本知識を問うんですよ。 あの感じとして。であの後半二十問が、えー、事例系の問題になってまして。で事例問は。事例はちょっと。ドン引きされるとあれなんだけど。雰囲気ですよ。ああって感じがしない、ね。けあのこ。こんな雰囲気です。あの例えばご夫婦登場させて年金の歴が書かれていて。感じですよ。 でそれに対してあれこれ老齢年金のいろはを聞いてきたりだとかこういう感じで、まあ、老齢障害遺族の年金の問題がまあこういう感じで事例があって1個事例があってで問題が2つついてるような感じなんですよ。わーってお招くかもしれないけどねあの事例がこうわーって書いてあってでそれに対して。 その電卓使って計算したりしますので事例があって、うん、選ぶは選ぶんですけどねこんな感じで聞いてくる雰囲気ですよ。どんなちょっと漢字だけですね、うん、なんか日本語に見えないとかね言われる可能性があるんですけどね <laughs> 事例があって。 問題が2つついてる。これはまあ10個事例があって2個ずつ問題ついてるから20問なんですよ。あのパターン的に一応こんな雰囲気です。あのー、いきなり問題見るとねこうこの部位をなんとなくなんとなく見てるって人もいると思うんですよ。なんかいろいろ探しててなんかどうにしようかなとか思っててねなんか勉強したいけど。うん なんか手近なものないかなとか思ってで画面にねこう問題映したのを見るとうわっゲーって思われる可能性はあるんだけどちょっとリスクがあるんですけどね今の話は。でもあのぶっちゃけ言うとその全くゼロベースでもあの講座を受けていただければ一応基,基礎の基礎からしゃべるつもりなんで全くゼロベースの人でも、えーまあ、合格までたどり着けますし 年年金金に関心を持っていただけるるし年のこととがよくわかると思いますであとはあのー、これも特にお勧めしてるのは時期,時期的に10月の試験ってまあ特にそうなんですけど社労士の受験された方とかがちょうどちょうど抜け殻になってる状態とか言とまた怒られるんだけどももうつか疲れ果てて回復に努めてる時期かもしれない。 まあ8月に社労士試験があって終わって、ね、であこの試験ってねすいんあのう言いますけど10月に試験でしょ。で願書の締め切りがこれネットの申し込みなんですけどねあの願書の締め切りがこう書いてあるんですけど9月の6日水曜日23時30分ってなんか、ね、時間まで書いてるんですけど。 あの個人申し込みの場合インターネット申し込みなんですよだからあの銀行業務検定で、まあ、ここを手打ちで打つの面倒くさかったら銀行業務検定で検索をかけたら出てくると思うけどねこのホームページ入ってもらうとメニューが出てきますからまあインターネットからホームページからボタンを押すとこがいっぱいあってあのお申し込みする感じなんですよ。 だからネットから申し込むのが、まあ、個人申し込みはそれしか今はやってないはずですのでだから時間まで書いてるのはそういうことかとあんまりギリギリすぎると怖いですからねあの余裕持ってお申し込みいただきたいと。でしょで9月はもう疲れ切ってるかもしれないんだけど無知 <laughs> うつるなこと言うなって言われそうなんやけどもちょうどね こうゆっくりしてたり放心状態かもしれないんだけどねまああのなんかぼーっとしがちなんですよぶっちゃけねでもね次,次に向かって走り始める方もいらっしゃるし、まあ、受かってる可能性そうじゃない可能性さまざまだと思うんですけどまあ待ってる時間がちょっともったいなかったりしますので。 学習する習慣がついてる人とかはまあ特にあの悔しい思いされた方とかはなかなかね吹きれない思いもあるんですけどあのシャル試験に比べるとそれは受かるでしょうしあの難度のレベルもシャル試験に比べればそれはだいぶねやりやすい試験だと思うんでまあ、真っさらで ネアド試験やされるとまあそれなりにハードル高く思われるかもしれませんけどシャロシーの受験レベルから言うと全然あの意地悪じゃないんで、まあ、シャロシー試験意地悪だけどねだから自信を回復していただくという勝ち癖をつけるという意味もすごくあるんでで年金苦手にしてたりなおさらね特効薬になるんで本当にまあその事例的なアプローチをするからあの 内容がすごく理解できるんですよ。で、ちゃんと中身分かって社労士の受験勉強とかの、えー、条文とかをやるともっとわかるんですよ。ま、そういう効果があるんでまあ、ちょっと熱くなっちゃう。熱くなね。そこい進めちゃうんだけども、社労士やってる方は受けていただく。メリットはすごく大きい試験だと思います。あの社労士合格に向けてね。非常にお勧めをしてると。 で10月とまあ3月とどちら受けていただいてもいいんですけど、まあ、10月のの時時期期っていいううは一番負担がかかからない時期かなと思うんですよだんだん3月ぐらいになってくると、えーね、その後直前期に直結していきますからまあご負担という面考えると割と余裕があるタイミングの時に年金の手こ入れしていただくのは得策じゃないかなと思ってお勧こ入れしていただくのは得策じゃないかなと思っておめするんだけど結構 ね、しんどいとか言われちゃうんですよね皆さんにねあ,あぼ僕の熱意が足りないというか進め方が足りないのかなとか思う時はあるんですけどまあどうしても社老師の受,受験講座は携わってるもんですからそっちの方向から結構しゃべっちゃうことが多くてね ただ、あの、全くゼロから始められる人とかもいますので、もう、ウェルカムですね。あの、受けてくださいと。思ってますね。以上、そんなところです。まあ、あの講座で、えー、基本から丁寧に。事例の解き方も含めて、やりますので、安心して、えー。申し込んでいただければというふうにはね、思っております。で、あとは、あの。これ、ね、こう、理由を見ていくと。 なんだこれはって出てくるんでまずすぐお話しますけど50問、まあの試験で、えー、10月22日日曜日の試験で2時間の試験で9月6日が期限申し込みの期限だとあまあ頭に頭入れとくとで詳細情報は銀行業務検定協会のホームページ検索したら出てくるでここから申し込みますから。でどうしても、ね、こう10月22日こう 都合がつかかないとかっとって人ると思うんですでその場合に隣に「なんだこれは?」っていうのがありまして CBT 方式っていうのがありまして、うん、これはあの日時は割と自由に決めることができて専門学校で受けてただ会場受験とかじゃないんであのパソコン使って回答していくような。 感じにはなりますそこはねちょっと会場の試験の雰囲気でやりたいっていう人もいるんでそこはどうかってとこあるんだけど非常に手軽に受験はでできるんですよ、うん、時間とか全く一緒なんですけどねフリーでいけるんで,でこれはあの下にあのホームページのアドレスも書いてるんで、えーまあ、銀行業務検定協会のページからもはあのリンクが貼ってあったりしますけどね。 ま、CBT 方式で、えーまあ、外部委託してるんでしょうねあのこういうところにあの委託し,してて,てでいろんな専門学校がこれに参加してたりしますのでうちもそうですね「書いてでしょん」「年アドバイザー3級がレック本校で受験できます」って <laughs> むっちゃ参加してるやんみたいな合否がその場でわかる受験日時間が選べる。 いつもの教室で本試験って、ね、もう素晴らしいキャッチが並んでますけどねまあ割と手軽っすよね、うん。ただその会場受験にこだわるんやったら人がいっぱいいて、えー、でマークシートでアナログにやっていくのがなんか試験らしい試験っちゃ試験でしょ。で講座の講座10月の講座向けでスケジュール組んで今回案内してるんで講座自体は 10月の海上事件をすごく意識してるんですけどね。まあまあ状況によってはまあこれもいいんじゃないかなというふうには思いますので、まあその辺はあの CBT のホームページの記載をまた確認いただければなというふうにはね思っております。一応そんなところです。で、まずあとあの項目でお話しましたけど。 まあ、あの会場受験は10月に行われる試験ですから、まあ、それをちょっと意識してお話をしていると。で社労士の受験生の方だとかで全くまっさらで年金に関心を持っている方だとか非常に間口が広い試験だとであとその忘れなうちに言っとこうと思うんだけどもあの2級試験っていうのもちょっと代表的な年野党試験でありましてで2級に関しては毎年 3月のみなんですよ。だ講座もまあその時,その、ね、こう時,時期というか、えー、3月の検定目指す講座も例年やるんですけども年明けぐらいから生講義もね、えー、したりするし、えー、まあ,あの例年やってることなんだけどねまあ時期が来たらリーフとかまた出ると思うんですけどあの2級の試験って結構難しいんですね。あの 十問問題があって、全部事例で、全部書かないといけないんですよ。だから、三級の試験というのは。まあ、とにかく、あの。マークシートで、事例といえども、事例といえども。選ぶんで、まだ、その辺は、助かる部分があるんですよ。あの、計算とか家庭、仮定、仮定書いて、全部。ね、あの。 最後まで計算して金額出せっていうのは結構しんどいと思うんですね。この辺が二級と三級のまあ決定的な違いで、だからその三級だとこういうその計算過程で書いてて選ぶような感じなんですよ。計算したやつ選ぶんですよ。でこれがあの式全部書いて一から十まで全部書いて。 ね、五月数数え違えたら、全、ね、答え合わないみたいなのが。二級試験で、時間がむっちゃかかるし、結構しんどいんですね。だから、レベル的に、結構差があるというふうには思ってます。だ、二級のレベルっていうのは。まあ、三月に実施される二級のレベルっていうのは。社労士合格者。もしくは、まあ、それに。そのレベルの方ですね。で、あと、三級受かった方で、まあ、力が。 あるる方ととかかはまあ向いてるのかなと思いてのな思例まば、まあ、その時期が来たらまたこういう案内というかね V もあの公開すると思うんだけどね、まあ、今はその10月向けですから3級だけ意識していただくっていう感じにはなるんですけどね一応そんなところです、ね。 まあ,あとその謎の4級とかもあるんだけど謎のって,ってだけどあのな難度のレベルがまあそれほど高くないんで講座としては2級二級と3級をレックの場合いつもやっててで10月は3級試験という感じですね3級試験の対策の講座を 10, 10月向けはやってるということです。そんなとなころですね でえー、一応まあその辺もお話できましてであとはねあのどういう講座するのかっていうところちょっと皆さんにお伝えしないとなというふうに思っててリーフにあの講座のこう流れをちょっと書いてるんで3級合格パックってやつで,で全くこうゼロベースの方もやっぱ意識して講座作りますのであの年金の仕組み講座 っていうの,をあのウェブ限定なんですけど、うん、1> 1時間半の講座を設定してますでこれはあの2階建て年金の基礎の基礎をしゃべる時間になりますので年金のことある程度分かってる方からすると分かってるわいって話かもしれないけどもやっぱり基礎が大事なんで,で全くゼロから始める人も優しく丁寧にむっちゃ基本からしゃべりますので,でこれやっといてで6回の本講座。 に移行していくとこの6回の講座の中でも年金の仕組み講座でしゃべる基礎レベルはもちろん入れます入れますけどあの全く初めての方は同じことも2回聞いてもらった方が定着すると思うんでねまあち多少くどくはなりますけど基礎の基礎でその部分も入れながら6回の合格講座でこれで内容を伝えきって 例えで本試験の問題が基本の問題が30問で事例の問題が20問ですので半々にばらして2回に配置して、えーまあ、あの問題を僕は作ります。で「当然」って書いてるんで誤解真似ちゃうんですけどあの自宅で解いといてもらって考えーあの 講義は解説のみです解説部分を講義しますが問題先っ解いといてもらって、えーまあ、画面向かっていただくなりして解説を受けていただくとそういうまあ感じですね。一応ま今言ったようなイメージこれで完成させて試験場行っていただくとそういう感じです。あとはその6回のこうインプット部分がやっぱり中心的な講座の内容になりますので。 まあ6回の中心的になる講座の講義の進め方をお話ししますとあの僕は作ったインプット用のオリジナルテキストですねあの図がいっぱい入ったオリジナルテキストを作って使ってインプットをあのしていくと。である程度あのインプットあのできてきたら内容ある程度進んできたらあの事例問題ある程度対応ができていきますので。 あの解ける事例問題を、えー、過去問集あの主催者が出している問題解説集という教材があるんですよ問題解説集年金アドバイザー3級の問題解説集ねでこれもあの、えー、講座の、えー、教材の中に含まれてますので本屋さんに行って、えー、ご購入していただく必要性ってなくて、えー、まあ教材意識に入ってるんで、えー、まあそれで あのご受講頂いてね。まあ、僕は作った、えー、インプット用のテキストで内容をある程度勉強していって。で、主催者が出している過去問集、問題解説集ね。で、それ使って、ある程度しゃべるごとに。じゃあ、対応する事例問題、ちょっとやってみましょうかみたいな形で入れていきたいと思います。で、あの事例問題も、その過去問集ですが、いっぱい入ってるんだけども。あの前回の試験が。 3月の試験になりますので、2023年のその3月の問題使って、えー、事例の解き方をやります。だ過去問書をあくまなく全部やるってわけじゃなくて、あの事例の問題だけを使いたいんで、それで、えー、使用教材にしてるんです。で、あのもちろんその基本の問題も過去問書入ってるんですけど、これは 講義でインプットをやっていく中で自力である程度できるようになりますのでこれはもう自宅学習用というふうに基本的には思っといてくださいあのえ基本の問題はね事例問題事例問題解けるようになったら自然に基本の問題も解けるようになるんですよ理解ができてくるとね読めるようになるんで一応そういうスタンスでやります。でこれもまあどんな 漢字化っっっってていうのをちょとと言っとこうと思ってあの講座内で使うオリジナルの講義テキストですけどあの一部以前作ってたやつを抜粋したやつをちょっと出してますまあ3月向けの時に出した教材そのものをねちょっと出力してきたんですけど、まあ、こういう感じ図をいっぱい入れてる教材になります。もう図だらけ で、図を画面いっぱい示しながら。ね、こう、マーカーで色塗ったり書。書き込んだりしながら。講義を展開していくと。こういう、まあ。感じですね。本当に図が多いんですよ。だ、目に訴える。講義になります。もう、図しかないじゃないかって、なんかい。そうやね、あの、なんか、図多いね、確かに。まあまあ、そういうところ、特に。抜粋してきたっていうのはあるんだけどね。で、こういうので。 あの講義を進めていってある程度進んだらあの対応する事例問題をやると。で事例問題やるときにこれも講座の一つの売りなんですけど図解のレジュメを出してますので教材としてこういうまあこれが新しいやつは2023年の3月の問題を入れてもう一回 僕は作る感じにはなるんですけど、まあ、こういう雰囲気の図解を見てもらいながら、えー、事例の解説講義をしていく書き込みとかも入れながらねら本当に図がふんだんに出てきて明に訴える視覚に訴える講義をしますのでで言ったってまあ6回でしょ、うん、もう短期集中っすよ本当に。そのしゃろやってる人とかはロングランでしょ結構。 ただ年野度3級の試験とかもちろん年金テーマの学習ですからこんなに回数がてんこ盛りってわけでもないんでえ集中して、えーね、で図一杯使ってもやりますし集中して受けていただいてでもうあっという間に仕上がるというふうに思っといてもらったらいいかなとそんな感じで思ってます。とにかく平易な言葉で えこう事例とかも分かりやすく図とかも使って解説しますのでね、まあ初めての人もその辺は安心して受けていただけるんじゃないかなというふうにねあの思っております。こんなところですね。まあもう一回ちょっと画面にね映しますけど、こういう感じね。年金の仕組み講座で基礎の基礎を固めて。 6回の中心的な講座、まあ、あの講義テキスト図解資料主催者の問題もね使って、えー、バランスよよく理解でききるように持っていきますでこれである程度力がついてきて答練、えー、で仕上げ、まあ、解説講義部分ですねあの講義はもう解説の部分のみということで自宅で解いておいてもらってで解説講義して仕上げてでそれで試験場行っていただくと。 まあこれで仕上がるんで,であのやっていただいておそらくなんですけどあのあ分かるなとか年金結構好きかもとかな,なると思うんですよなってくれるものと僕は思ってるんですけどで、えー、どうですかねその受験講座ですから受かっていただくっていうことはそれは第一義的な目的なんですけど受かっていただくっていうことは。 ですがそれ以上になんか面白いなとかあやってて興味湧くなとかでまあ講義受けていただいててですよあもうもう講義終わりみたいなね、えー、続きまた見ちゃうみたいなねこれはまあ目指してるものでね、うん、やっぱそのドラマでもアニメでもそうですけどあのやっぱ面白いものとか関心持てる 内容ってあれもう,もう終わりみたいいなな、ね、感じじゃないですかだからそ,そ,それは僕を目指してるもので「長いな」とか思われたらお終わりですからね本当にあ気づ付いたらもう終わってるみたいな、ね、気づ付いたら寝てたらダメやけどねあのあなんか「へえそうなん?」とか思いながらね「うん、ああ今回終わりかもうかもう終わりか」みたいなね だからそういう感じになってほしいし、まあ、それを目指してますで実際何か面白いなっていうのをすごく、ね、感じていただけたりすると受かることはその副産物っていうか、ね、そんな状況で関心を持ってどんどんグイグイできるようになってくれてたら6割なんていうのはやっぱり低い目標でねある意味。だもっともっと取れるでしょうしまあ 受かるという形は必要だとは思うんですけどそれ以上のものを得ていただけるんじゃないかなというふうには思っていますですからあのぶっちゃけ言うとねそ,のそこまで強烈に難しいい試験ではないと思って社ろしの受験やってる人たちからするとあのそこまでで敷居は高くないです初めてやる人はちょっとゲッてもらえるかもしれないけどね。 からしたらそれほど高いいハードルは感じないで,ですから極論ですよあの講座の説明会をしてるわけですけど僕の講座とかを受けずに、えー、主催者が出している問題解説集っていうのはその季節が来たら、えー、大きい書店さん行くと本屋さんでも並びます。で本屋さんとかで過去問を買ってきて、えー、自力で問題解いて。 えー、受かるというところまでは可能じゃないかなと思いますで、ただあーこう問題を一つ言うとあの事例問題の対応がある程度勉強している方でもやっぱり難しかったりするんですよで、基本の問題の30問をだいたい似たような問題が毎回出ますから過去問集で覚えるぐらいや,やれば ななんとなくのそのそ覚えた記憶で正解できるものは多いです。で、基本の問題正解しまくってでねこう五択ですからえ事例問題もこう分かってなくても当たるかもしれないじゃないですか極論ですけどなんかひいひい言いながらえなんとかかんとか微妙な得点稼いでで基本の問題で点数取りまくって。 で合格ラインの6割を突破すると合格ですけどねそれじゃあちょっと意味ななないいんんじゃないかなって僕は思ってるんですよだからその受かるってうのは重要だしそれはいいことはいいことなんですけどその事例問題全然わからなくて「なんとわかんとか受かりました」って言ったって忘れちゃうでしょどう考えても。 だからこの試験のやっぱ目的っていうかまあ講座を受けていただくことまで考えていただくことというのは事例の問題の対処が非常にスムーズにできて本質的に理解をちゃんとしていただいて事例がスラスラできてで基本の問題は多少ミスするぐらいはもうご愛嬌ですよ正直。いいいと思います本当に多少ポロポロ落としたってね。事例がサクサククできて なんか年金面白いって思っていただけることがすごく大事かなと僕は思ってるんですねそうなってくるとその基本の問題も,もまあポロポロ落とさなくなるしね逆にや。結果ああ思ってるより全然ねあで,きできちゃったなみたいなね感じでなるとシャロシ目指してる方なんかからすると大きな自信になりますしシャロシの勉強に生きるからねこれは。で全く真っさらで されてる方も、まあ、金融機関で業務に生かされるっていう方もいらっしゃるでしょうし全く畑違いだったりゼロベースで何となく関心持ってなんかそういうきっかけで全くゼロベースでやってみたら結構意外にできてであじゃあ2級もやってみようか2級結構ねひひいながらやる感じになると思うんだけど。 2級もしんどかったけどなんとかできたなとかなってねで2級進む人もいるしもう3級であなんかこれいいなとか思ってねそれから社労士入ってくる人とかもいます見てたらねあのなんかのきっかけにはなりやすいやっぱ試験でねいきなり社労士試験って結構ハードル高かったりするんですけどネアド試験が その入り口になる可能性もちょっとあるんで、まあ、社労士とかそう考えられへんいう人もいるかもしれないけどね。うん、まレ、あ、イアウト39やったことが実際生徒の中から見らっしゃるんですよ。なんかトントン拍子で、じゃあ次はこれやってみようかな。みたいな感じで、最終的に社労士になられた人とかもいるんです。 で勉強ってやっぱりやってみないとわからないってとこがあって実際いらっしゃったんですけどあの全然そのお仕事もその、えー、肉体労働系の方で,であんまり勉強するっていう感じがしあ感覚としてなかったみたいなんですけど、まあ、ひょんなことで、ね、ちょっとやってみようっていう感じでされたみたいなんですよ話聞くと。やっってみたら結構面白かったら う、まあ、嬉しい限りなんですけどやってみるとあなんかいろいろ勉強って楽しいなとか多分その方の,その潜在的に多分眠ってたももののななかもしれないですね,あのねご自身が気が付かなかったご自身の能力だったのかもしれないやってみたら結構楽しいしってなってねでどんどんなんか勉強されるようになってで果てはねこう次はこれやろう次はこれやろうみたいな。 受か,かりましたわみたいなね感じで、えー、言っていただいたりした方もいますねまあ何がきっかけかわからないしまあご一心の眠ってる能力発見する可能性もあるわけですのでねまあこれはまあちょっとそういうこともそういう方もいたんで全くゼロからっていう人もねこれが何らかの人生のきっかけっていうか。 いいいろんなな勉強ししていくスタートかもしれないですね責任重大ですよね。<laughs> あのお前な,なんかねあの講座説明会でさんざ語こと言ってたのにお前のあのしょぼい講義なんやねんとかなったらしゃにならないですよね。まあ、自分にプレッシャーかけてる部分もあるんですけど、まあ、長年ちょっと僕も年金好きでやってるっていう部分ものすごくあるんで、えー、年金好きが年金好きを作るため作る講座みたいな。 感じで思ってたりもします、ね、あのまあ受験講座なんですけど究極的に言うと年金を好きになっていただきたいですねで年金ではお金の話じゃないですかでそんなこう結局そのなんぼもらえるねんなんですよ関西弁でいいやね。 いくらもららももええるねんんぼもらえるねねんんと一体どんぐらいやねんとでお金の話だから人間臭い話なんですねこれ。でお金の話みんな好きですから基本的には。こんな何なんか暗記してねえへりくつ垂れてじゃなくて究極的に言うといろんな人の人生があってでそれが年金というお金に関わってくるっていう話なんで。 生きた勉強だと思いますね本当にまあ,あの講座でまあそういうのをこう体感もしていただきたいしまあ,あの何らかのこれが皆さんのね人生のきっかけになるとも思ってますのでねまあ是非是非年金アドバイザー産休試験であり講座の方ねともどもよろしくお願いしますというところですと締めにかか,かかってるわけですけどついつい言わせちゃうんだけどねあの リーフの最後にあのそうそうあの収録講義あの僕もしますしあの早川先生東京の先生も収録講義しますしなんでまあそれぞれねこうどちらの講義も見ていただけたりするんですけどあのまあそれぞれ梅田と東京と拠点で活動してますので生講義もその大阪と東京はあるんですよ。 水道橋梅田駅前ということで、ここに。生講義のスケジュールも書いてるんで。生講義志向の人は。まあまあ。あの。ね、割と。近距離だったりすれば。来ていただければというふうにも思ってます、ね。まあ僕の場合、あの。ちょっと課金なんでね、あの。土曜日曜も、こう社労士の講座をやってたりする関係上、どうしてもこう。なっちゃうんですけども。 うん、あのウェブ中心にしつつ来れる日は来ていただくっていう方も中にもいらっしゃったりしますので、ねまあ、またあの生講義の臨場感っていうのもあったりしますのでねまあまあ東京とか大阪近い方は、えー、生講義の方もスケジュール見てご検討いただくといいのかなと、まあ、あの遠方の方で、ね、こう全国的に受けていただく方が多い講座ですので。 まあウェブとか DVD だとか、まあ、ウェブの方が今多いですけどね、えー、そっちで中心で受けていただくっていうのが圧倒的に多いは多いんですけどねまあまあまた生講義もやってますっていうことなんでまああのまたねそちらもよろしくというとこですねちょっとそんなとこでございますでそんなとこねこういう感じね であの年金の仕組み講座だけはまあウェブ限定なんでねだから合格講座の6回と産休当年ですねこの2つをリーフに載せてる感じではありますと一応そんなところでございます。ま,あ、あのまたねあのちょっといろいろ関心持ってもらったりした,したら、まあ、あのレックの中心に、ね、こう来られたりする 方も中にも言えますので、えー、不明点とかはまたねあの中心校来られる人とかは、えー、専門スタッフに聞いていただくのもいいと思いますしまああのいいなと思ったらぜひね始めていただきたいなというふうにもね思っております、えー、講座で皆さんとねお会いできることを楽しみにいたしまして、えー、今回の、えー、講座説明会は終了したいと思います、えー、皆さんどうも、えー ありがとうございました。